はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ3月2週目も暑さが止まらないということでやってきました。キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は3月の9日から3月の15日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますのでそこだけご了承ください。それでは最後までですね、楽しんでいっていただければと思います。行ってみましょう ということで、まずはペイペイからですね。今週のペイペイは結構キャンペーン多めです。まずは街角ペイペイ第2弾ですね。期間は3月31日まででして、キャッシュレスシュー者還元事業の5%のお店であれば、 20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンですね。こちら、ペイペイチャンスに抽選に外れた場合でも最低でも実質6.5%が還元されます。今日はですね、とあるカフェでペイペイで掲載してきたんですけども、なんとですね、ご覧のようにまたペイペイチャンスが当たりました。いやー、今月でペイペイチャンス終わるのは寂しいんですけども、最後までですね、楽しんでいきたいと思います。次にペイペイモールですね、期間は3月31日まででして、最大で20%還元がされるキャンペーンとなっておりますと、 時進行で現在 PayPay ペもペのの ZOZO タウンでも最大で10%還元のキャンペーンも開催中です。 そして、ペイペイフリマでも最大20%が還元されるキャンペーンというのも、こちらも3月の31日まで開催されてます。あとですね、ペイペイこちらの4つのキャンペーンも開催中です。まずはこちらの対象のスーパーにて5%還元ということで、こちらは3月31日まで開催中です。このキャンペーンは時間指定がありまして、10時から14時までの間開催されてます。ちなみにソフトバンク、ワイブワイル、ヤフープレミアム会員の方は10%還元ということで、まあお住まいの近くのスーパーが対象でありまして、 あれば利用してみてください。僕はあの、福岡県に住んでるんですけども、サニーですとか西鉄と、あとはミスターマックスとかも対象になっていましたね。次に対象のクリーニング店で10%還元で、こちらも同じく3月31日までとなっています。これですね、意外だったのは、街の小さなクリーニング店とかでも対象だったので、もしかしたら、近所のクリーニング店が対象になってる場合もあるかもしれませんので、ぜひですね、冬物の洋服など出す際は、このキャンペーン利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。 次は伊藤への対象自販機にて最大20%還元キャンペーン。こちらも3月31日までですね。こちらは全国の4000台ある伊藤への自販機にてペイペイ決済を行ったら還元されるキャンペーンとなってるんですけども、全然ですね、このペイペイが使える自動販売機は未だに見つかりません。 そして、ガストでペイペイ決済して10%還元。ということで、ソフトバンク、ワイモバイル、ヤフープレミアム会員の方は20%還元。こちらのキャンペーンですね。これも3月31日まででして、ま、先日あの、おまけの動画でもお伝えしたんですが、今ですね、ガストの注文方法というのはタッチパネルに変わっているので、それがちょっと驚きましたね。ま、使ってみると意外と便利です。以上がペイペイのキャンペーンについてでした。次は D バいですね。D バいでは主に2種類のキャンペーンが開催中です。まず1つ目は D バい生活応援キャンペーン、キャッシュ プレシャス車還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せして合計10%の D ポイントが還元されるキャンペーンでしてこちらエントリー必須で3月31日まで開催中です。そして2つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーンこちら3月31日まで開催中です。でこちらはですね11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済を行ったら D ポイントが10%分の還元がされるということになっております。ちなみにですねここには載せてないんですけども D 払い 払いに関しましてはセイコーマートですとかあと中国エリア限定のキャンペーンあとは一部のコ米田鉱品などでも還元のキャンペーンというのが開催されているのでこれに関しては公式ページチェックしてみてくださいあとですね D 払いに関連して D ポイントのキャンペーンこちらも2つ開催されてます まずこちらですね、ローソンで iPhone に D ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら D ポイントが7倍還元されるキャンペーンというのがこちらも開催中です。このキャンペーンを使うタイミングとしたら、まあ他の Pay 関連のキャンペーンが落ち着いて今回何もないなという時にこの Apple Pay で決済するのもいいかなと思います。そして松本清志で D ポイント20倍のキャンペーンですね。期間は3月31日まで開催中でして上限は1000ポイントまでとなってるんですが、松本清志のアプリと併用して 利用がででできるのでこれ結構お得なキャンンペーンですねちなみにですねこちらの画像なんですけども、まあ、以前 LINEPay のペイトクマラソンでもらった20%オフのクーポンを使って5000円分のお買い物をしてきましたまあ、ペイ t マラソンの1000円割引のその上さらに D ポイントの還元がされるっていうのは結構個人的には嬉しいキャンペーンでした あとですね、今週は楽天ペイの目立ったキャンペーンはないんですけども、楽天ポイントのキャンペーンも開催中です。ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して、楽天ポイント10倍がもらえるキャンペーンですね。この還元を受けるために、お会計の際に先に楽天のポイントカードの提示が必要なので、これも忘れないようにしましょう。まあ、ちょっとここには出してないんですけども、まあ、そのイラストに入ってるんですが、ポケチキーを購入するごとに20ポイントがもらえたりとか、あと右下にも出ているような、まあ、クーポン、ポイントゲット大作戦というのもありますので、これもぜひ 公式ページチェックしてみてみください次はメルペイですね。メルペイでは大きく3つ開催されてます。まず1つ目はこちらのメルペイフィーは最大50%還元ということですね。 こちらは対象のコンビニですとかドラッグストア、そして今回から飲食店でメールペイで決済したら、最大で50%分が還元されるキャンペーンとなっております。まあ、詳細省くんですけども、今週からはですね、対象の飲食店もスタートしたので、まあ、これまた嬉しいですよね。まあ、松屋とかマクドナルドとか吉野家とかが対象のお店に入っておりました。 ちなみにですね、このコンビニで利用する場合は、朝の7時からお昼の13時までのがキャンペーンの対象のお時間となっておりますので、これはお気をつけください。 そして、メルペイサンデーですね。こちらはですね、3月の日曜日だけ開催されるキャンペーンとなっております。なので、まあ、今週だと3月の15日となりますね。ID 決済が可能なところですとか、メルペイのコード決済が可能なところであれば20%分が還元されます。一決済あたりの上限は500ポイントまでとなっておりますので、これお気をつけください。そして、先ほどお伝えしたメルペイフィーバーとメルペイサンデーと合わせて上限が3000ポイントまでとなりますので、まあ 現時点でどれぐらい還元されてるか計算することをお勧めします。そしてメルペイではこちら、ススメルペイのキャンペーン、こちらも絶賛開催中でございます。メルペイに招待したら、まあ、500ポイント、そしてメルペイに登録したら1000ポイントがもらえます、まあ。メルペイの登録した方は免許証などを使って本人確認が完了してポイントがもらえるようになってますので、これお気をつけください。まあ、先ほどお伝えしたメルペイフィーバーですとかメルペイサンデーと合わせたらとにかくお得ですので、まあ、一応ですね、概要欄に僕の招待 貼っておきます次 AU ペイですね AU ペイで大きく3つキャンペーン開催中ですまず一番上の AU のスマートパスプレミアム会員の方限定にはなるんですけどもファミリーマートそしてローソンにて税込み200円以上のお買い物で利用可能な50円割引のクーポンというのが出ていますこれ期間中毎週もらえるので AU のスマートパスプレミアム会員の方は使ってみるのもいいと思いますそしてですねこちらも出ております AU ペイの毎週25万枚200円オフのクーポンですねこちらですねローソンにて200 1>, 1円以上のお支払いで使えるクーポンとなりますので、ぜひですね月曜日に確保してこの後お伝えする AU ペイの20%還元キャンペーンと組み合わせて使うのもいいと思います。ちなみにですね今出てる画像なんですけども、僕はこのクーポンを使ってエナジードリンクエナジードリンクのモンスターを購入したらですねまさかのお買い得が1円になったということとプラス AU ペイの20%還元のキャンペーンも受けれたのでこれ結構ラッキーでしたね。そしてまたあれがやってきます。 あのキャンペーンですね、誰でも毎週10億円もらえるキャンペーン、最大20%のポイント還元ということですね、ついにですね、明日はステージ2の第2週目が始まります。 このキャンペーンは a u p イが使えるお店であればどこでも20%還元されるキャンペーンということですね。まあ、先週はまさかのスタートして、なんとですね、3日間持ちこたえたので、まあ、ちょっと驚きました。多分ですね、他のペイ関連のキャンペーンの影響もあると思いますが、ま、あこの今週はどこまで続くか。 というのがですね、ちょっと個人的にはまた楽しみにしてるところではあります。ちなみにこちらは1日の還元ポイントが最大6000ポイントまで。そして、例のごとくですね、場合によっては当日20、当日の23時59分で終了する可能性ともあるので、これもお気をつけください。そして、ゆうちょペーでした。日程だけまとめるとこんな感じですね。今週に関しては特に終了したりですとか始まったりするキャンペーンというのは特にないので、まあ、ざっとこんな感じなんですけども、いや、いい感じにキャンペーン多めですね。 まあ、そんなこんなで今回は3月の9日から3月15日までのキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあ僕自身の今週の動きとしましては、月曜日に a u ペイを優先的に利用して、あとは a u ペイの200円オフのクーポン、そして残りに関しましてはペイペイでこうガストで使ったりとか、あとはメルペイあたりをうまく使おうかなと思っております。まあぜひですね、ちょっとキャンペーン多いんですけども、ご自身でまあ作成などをですね、 練ってみるのも結構面白いかなと思います。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンク、あとは先ほどもちょっとお伝えしたメルペの招待コードも下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日ですね、まあツイッターにもつぶやいたんですが、福岡県は天神っていうちょっと栄えてる場所があるんですけども、まあそこであったりとか、あとキャナルシティっていうちょっとしたモールがあるんですけども、僕もちょっと昼間お出かけしてたんですが、もうどこに行っても今日日曜日なのに、もう全然人が少なかったんですよね。もうこんな時って初めて見たなと思って、平日ならまあ少ないなっていう時はまあ見ることはあるんですけども、日曜日でこの少なさはもう異常でしたね。もうほんとそれに、あんまりこう最近はね、土日しか まあ働いてたりとか引きこもってることが多かったのであまりそういったのを見ることがなかったんですけどもやっぱりあれの影響って本当に凄まじいものを感じましたね、まあ、多分これ福岡だけじゃなくて全国的に多分このようなことになってるだとは思うんですけども,もうそれに関しては本当にねあの収束することをですね願うばかりだなと思っております。<music>